どうもゲームセンター DX エグゼクティブディレクターの浜口です。もう口慣れないねやっぱりね。エグゼクティブ、なかなかここはスッとは言えませんね毎回ね。最近ね、もうバッチリポケモン GO にハマってますよ。もうやっぱり絶対押さえとくよねそこはね。うちの相方は作業着になぞらえてかなんかポケモン緑の方やってるっていう風にあなんか言われてました。アルノさんポケモンやってますって言って、おやってるよっつって、見せてくださいよっつって古いやつ出してなんか緑やってるとかって、緑ってなんか周りにこう困惑を与えてますけどね。今回のゲームセンター DX は特別な挑戦。そのタイトルはゼルダの伝説ブレスオブザワイルドでございます。今回の、最新作、日本で公にプレイするのは浜口エグゼクティブが初だそうです。おお素晴らしい。いやこの番組やっててよかったですね。やっぱこういうことでしょ。早速、ゼルダの伝説ね、ブレスオブザワイルド、なるほどザワールドみたいなね。言い方か、俺の言い方か。今年6月にロサンゼルスで開催された世界最大のゲームの見本市 E3、 そこに出展された体験版をプレイする。ゲームセンター DX マサルグッジョン。えい、まずはオープニングムービー。目を覚まして。ほう、映画みたいな始まり方ですね。目を覚まして。え、リンク、これリンク、リンクのちょっとセクシーショットから始まりましたね。プレイスタート。あ、歩き出しました。パンイチのリンクを今動かしております。わーい。行ってみましょう。あ、宝箱いっぱいある。開けるでしょう。古びたパンツ、着古されているがその分履き心地が良い。でもちょっと裾が短い。装備してみることに。装備、おお、ほんまやな。でまた上半身裸やからこの宝箱行こうか。買った、古びたシャツ、少しほころんではいるがまだまだ使える。でもちょっと袖が短い。短いかまた。半端丈好きやな。上下七分丈でコーディネート。さらに周りを調べていると、え、持つ、持てんねや。おお、ワイルド、あ、こういうことなんか、ワイルドって。ほら今回のワイルド出てるよ。ほら投げる、投げるもんね。 R で投げよう。おお、眠っていた祠を脱出すると、すごいなんかこう絵画っぽいような絵の、始まり方。うわー、ここで出るんや、すごい。タイトルが現れ、本格的なリンクの冒険が始まる。なんか光ってる。え、木の枝、どこでも映ってそうな木の枝だが振り回すのに絶妙なバランス。まず木の枝なんや。お、かっこいい。いいですね動きがね、アニメーションのようで。なんかおるよ。焚き火をする人を発見。なんやこの人。あ、なんか光ってる。え、リンゴ取れた。ハイラルでスタンダードな果物、そのまま食べてもいいし料理の材料に使えば効果もアップする。よっしゃ、フォーフォーフォー言うてるで。おじいちゃんや。こんなところに人がいるとは珍しいの。選べんねやな。さ
ようならちゃうよな、ここな。始まれへんな。長い間この場所に住み着いているというおじいさん。変わり者のじじいじゃよ。その近くで木こりの斧、山の木こりが愛用する木を切り倒す道具、装備でしょう。切り倒せるかな。うりゃ、うお、倒せた、すげえ。うわ、めっちゃ嬉しい。さらに押せる押せる、今回のリンクは様々なアクションが可能なのだ。どうすんやろ、これ意味あんのかな。あ、乗れた。なんなん、すげえ、やりたい放題や。めっちゃおもろい。あ、なんかハテナ出てる。拾う。コログのうちはで、おお、風起こった。何使う道具なんやろな。前か、とりあえずあっち行くか。リンゴもらおう。あ、なんか出てきた。うのや、おお、やばい。ここで敵ボコブリンが出現。うわ、敵や。あ、風で飛ばしてもうた。しまった、風で切り替えだ。斧にチェンジ。この野郎、うるや、うるや。うわ、めっちゃ気持ちいい。赤、大振りすぎる。うるや、よっしゃ、倒した。さらに探索を進めていくと、なんかおる。あ、肉焼いてる。ボコブリンの住処を発見。よし、芝居だろうか。うるわ、うるわ、調子乗ってもうた。爆弾でボコブリンは自滅。一方、なんとか耐え忍んだ浜口は、あ、取りました。焼き獣肉、獣の肉を直火で焼いたもの。ちょっとハート回復させとかなあかんよな。これ食べようか。お肉で体力を回復。食べよう。増えた。再び戦いの場へ。壊れてもええわい。武器には使用制限があり、使い続けると最終的に壊れてしまう。あ、なんか取れた。え、ボコ弓。あ、弓矢で攻撃できんねや。あ、装備できた。うわ、あ、めっちゃおもろい、これすごい。あれ、標準がこうかで、放すんかな。矢を放つことができない。あら、下手もだ。どうやって撃つんやろう。なぜ攻撃ができないのかというと、あ、矢持ってへんのか。そら撃たれへんわ。すると、あ、なんやこれ。あ、木の矢取った。念願の矢を獲得したが、接近戦では不向きと判断し、斧で戦う。うるや、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 やっつけたか。よっしゃ。倒すとアイテムが。ふう、え、あ、ボコ盾。盾に続いて、え、あ、剣や。旅人の剣。よし、剣手に入れた。剣ちょっと装備したいな。いいじゃん。お、リンクや。リンクっぽくなってきた。ほんまに空き地で振り回してる時みたいもんな、こうやって。めっちゃ気持ちいい。これ今日全然進まへんで。その後も自由気ままにゼルダの世界を満喫する浜口。今度は池で、あ、バス取れた。魚を手づかみ。だいぶ操作にも慣れてきたところで、手づかみや。チーフオブザーバーを名乗るあの男が。浜口エグゼクティブ。お、東島チーフエグゼクティブ。あ、ちゃうか。もうドハマり中よ今。実は僕もエグゼクティブがいらっしゃる前に、うん、ちょっとプレイしたんですけど、いや、実際面白かったです。え？俺日本初やろ。俺が先でしょ。いや、俺がその前にちょっとだけプレイさせてもらったんですよ。いや、あかんやん、もう俺初なってないやん。やった、あかんやん。
すいません。ちゃっかり日本初になっていた東島から今回の企画を発表。ここから1週間ハイラル生活に挑んでいただきます。なんか懐かしい感じするな。1週間ハイラル生活、はい、こういったちょっと旅のしおりを。なんか緩い感じの旅のしおりやけど、はい、名前もちゃんと書くとこない。1日目ハイラルの食材で豪華ディナー、3回焼きに果実のキノコ和えを添えて。何笑っとんねん。あーってこれを作れってことね、はい、今回はゲーム内の時間で1週間ゼルダの舞台ハイラルで生活。旅のしおりに沿ってさまざまなイベントにチャレンジしてもらい、ゼルダの世界を存分に楽しんでもらう。ガイド役として東島も生活を共にする。だいたい1分で1時間経ちますんで。はあはあはあ、はい、結構早いね、はい。うん、1週間なんですが、1日の始まりは、うん、朝5時から、はあ、まだや今は、はい、盾ってどうやって使うんやろ。あ、1日がスタートしました。あ、盾使う、盾使うあれが分からへんで。1日目は食材を集めて豪華なディナーを作る。料理に必要な食材とは。三階焼きやから山の幸と海の幸やな。果物はもうあるから山の幸とか取りに行かな。そうですね。海の幸は、あ、魚ももうあるか。あります、魚もあるわ。もう山の幸を求めて森の中へ。あ、イノシシみたいなのおったんちゃう、あれ。これ、あ、よし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 、ちょっと待て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 。イノシシが食材になると予想し弓矢で狙う。あか、逃げてもうた。おお、あー、壊れた。めっちゃ早いやん。素早いイノシシを追いかけていると、あ、キノコめっけた。よし、キノコを発見。改めてイノシシ狩りへ。あ、気づかれた。あらー、しまった。やられてもうた。走って追いかけるの難しそうですよね。ねえ、弓ないかね。はい、あ、弓あった。あ、何やってんやん。お目当ての弓を発見。よし、遠くから狙う。じゃじゃ合わして。おお、あか、一発じゃ無理なんや。おお、よっしゃ。お、浜口見事な弓使い。よし、獣肉取れた。一匹でええの。いや、もしあれしたらじゃあ2匹いっとく。はい、さらなる豪華ディナーを目指して狩りを続行。よっしゃ、くそ、よっしゃ、おお、よっしゃ、結構豪華ディナーやぞ。そうですね。調理する場所はおじいさんのかまど。おしゃ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 。で、食材を入れていきましょう。調理方法は必要な食材を手に持ち、手に持つ、料理、まとめて鍋に放り込むだけ。うわ、すげえ面白い。肉と魚を一緒に調理すると、あ、三回焼きできた。よっしゃ、で、キノコあえか、料理。今度はリンゴとキノコを一緒に。なるほど、これでちょっといろいろできるんや、ほんまに。あ、果実のキノコあえできました。やった、よっしゃ。どうしよう、なんか作ってみる他も、はい、その他獲得した食材で引き続きクッキングに挑戦。なんか合わせてみよっか。はい、バネ。お肉にしてみようか。はい、これでいってみようか。
料理。うわ、どうなんねやろ。うわ、微妙な料理できた。微妙な匂いがする。食べられなくはないが、とても人には見せられない。モザイクかかってる。面白い。微妙な料理できた。ともあれ、無事1日目の工程は終了。浜口エグゼクティブ、はい、5時になったので2日目になりました。寝てへんで。2日目、はい、あ、これだ、はい、ボコブリンのお宅を訪問。ボコブリンのお宅訪問、はい、ボコブリンのとこ行こう、はい、2日目はハイラルの東にあるボコブリンのお宅に向かう。その道中で、あ、宝箱だ。あ、ハイリアのズボン。ハイラル地方の伝統的な装束。これにしよっか。今スンタラジやからね、はい、ズボンを新調。あ、かっこよくなった、うん、ええやん。さらにここで戦うコツなんですけども、はい、X ボタンを押すと堂島がバトルに関するテクニックをレクチャー。早速実践してみる。あ、そうですよ、うん、それで Y ボタンを連打。おお、何今の、すげえ。敵の攻撃をギリギリで回避するとスローモーションとなり、一気に攻撃を叩き込むチャンスとなる。もう一度。そうですね、レバー。あ、そうです、それで Y ボタン連打。おお、ボコボコ、すげえ。うまいですね。うまいね。バトルも一回り成長したところで目的地へ。あ、あったあった。見たよ、これ生活してるよ。しばきに行く。弓矢で監視役を狙ってみる。矢で、矢であれ倒す、はい、あそこのやつ。いけるかな。あれ、あ、届かなかった。しまった。あ、まだ気づかない、届いてないです。気づいてないな、果てないもんな。中に爆弾みたいのがいっぱいあります。ほんまや、あれは、あれ撃ったらええんか。あ、やばい。アジトの中には爆弾が。弓矢で狙ってみるが、出てきた。出てきた、出てきた。やべ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 。逃げろ逃げろ逃げろ。おお、うわ、強え。あれ、回復回復。一撃で瀕死に追い込む屈強なボコブリンが登場。やべやべ。あ、回復回復。やべ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 。あ、やべ。命からがら料理で回復。で、逃げれっかな。あ、強い、強え。あか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 あの青いのめっちゃ強いな。強いですね。なんとか逃げ切り、今度は松明を持ってアジトへと近づく浜口。しかしここで、これ持って入り、入ったら自分バカだ。ドカーンやよね。ギリギリで気づき、新たな作戦に打って出る。よし、もうやり突破や。小細工なしの正面突破。おりゃ、うわ、敵がいっぱいだ。うわ、一発や、強い。あ、死んでもうた。特攻あかんな。やはり何か策が必要なのか。なんか火みたいになんかあんな。あ、あれをさ、撃ったらええんちゃうか。今度は吊るされたランタンを狙う。これを素直に、ほら、やった。見事爆破でボコブリンを一掃。お宅の中のアイテムも拝借し、お、ドクロの機能や銃。2日目の工程終了。5時になりました。あ、5時になった。まだ一睡もしないけど。3日目です。3日目、はい、3日目はバトルの後の箸休め、お宝探し。山小屋に向かう道中、ん、お、なんか見た、あれ動いた。
いやまだ無理やで。やる？うわ危ない危ない危ない。危ね。何や今。なんか狙われてます。狙われてるんや。赤いあれかいくぐってかなあかんの？赤い光線でリンクを狙い続ける何やらヤバそうな敵。回避できるのか。行ってみますか。うん。危ない。何落ちた？誰だ？燃えた。うわ。背中燃えた。恐ろしい。一発でアウトやね。はい。今度は狙われないルートで進む。あ、こうしたらよかったね、最初からね。小屋に着きましたよ。はい。近くに宝があるという山小屋に到着。中にお邪魔してみると。なんか本あるね。老人の日記。人も、これ机の上乗ってるな。すごい行儀悪いね。ちなみにこれあのヒントなんですけど、うん、お宝は渓谷の先だよって。え？あ、ほんまや言うてるやん。しおりのヒントを頼りにそばの渓谷へ。出ていくね、渓谷。渓谷をちょっと越えないといけないんですよ。向こう岸に渡らなければならないが、やばいね。断崖絶壁やで。そうですね。これ落ちたら多分ゲームオーバーに。登れた。宴会ねこれ登ってって。天口は岩壁を伝っていくようだ。落ちひんこれ。あの体力がなくなる前に。登るアクションは緑色の頑張りゲージが全て消耗すると落下してしまう。いやだいぶやばいんちゃうかこれ。だいぶやばいよ。あでもあともうちょっとでいけそうですけど。ほんま。あそこ目指した方がいいよね。はい。やばいやばい。ギリギリギリ。あとちょっと。あいけそうだけど。いけるか。あダメか。あかん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 。あともうちょいや。再チャレンジ。今度は最短ルートを心がける。なんかさっきよりちょっとやばい感じがしますね。もうやばい。ああもうちょっといけるいける。はいはいはい。よし。いけますよ。よし。いけ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 。いける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 。あとちょっと。いけ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 。よし。おお。いったいった。おお、あぶね。あぶね。ギリギリで渓谷の先へ。よし。お宝あるかい？怪しげな岩場をアイテムリモコン爆弾で爆破すると、おりゃ、あー来た、おー宝箱がお目見え。こういうこともあんねや。朝5時を少しオーバーしたものの、これにて3日目のミッションは終了。その帰り道は、実は、うん、あの渓谷の渡り方、あの別の方法がありまして。はよ言うてや。どうすんの？木を倒して、あ、うん、まあ橋を架けるっていう。今ちょうど斧持ってるし。はい。こういうことじゃん。あれ、あこういうことちゃうやん。向きが向きもあんの。はい。こっちや。あ、なんかちゃうな。なんか危ない。おや。ああ、いい。よっしゃ。転がるな。待て待て待て。おお、よかった。あぶね。あ、ちゃうか。ああ、なんてね。ボタン間違えた。巻きにしてもうた。せっかく架けた橋を巻きにしてしまうお粗末プレイ。せっかく、嘘。もう細いのしかない。ああ。しゃあないね。はい。結局絶壁ルートで移動。そして4日目の行程はハイリアさんで登山。頂上でご来光を見る。あ、これかな。あ、そうですね。登山道の入り口へ。あ、なんか鳴ってる鳴ってる。あ、ポカポカそうや。
入り屋さんの中へ進んでいくとリンクに異変が。ん？あ、これめっちゃ寒いで。あかんやん。ほら。あか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 。これはまずい。寒さでダメージを受けてしまうようだ。ちょっと何か対策考えましょうか。ちょっとあったかいとこに。避難して寒さ対策を練る。生で食べるとピリピリする身、料理に使うと体が温まり寒いところでも耐えられるようになる。料理使ったよねや。料理すっか。そうですね。近くのかまどでポカポカそうの身を調理する。ポカポカの身3つぐらいでやってみようか、はい、ポカポカの身だけで。で、夕暮れ出てきた。あ、来た。ピリ辛炒めポカポカ。厳しい寒さに耐えられる。よし、これでいけるで。寒さはしのげるのか。よし、あったかなった。寒さガードの時間は左上に出てます。あ、効果は実際の時間で6分間。寒さガードの時間大丈夫なのかな、持つんかな。ご来光の時間は午前3時30分。まだ寒さガードもまだ5分あります、ね、いいね、いい感じだね、はい、時間内に入り屋さんの頂上へたどり着けるか。残り2時間弱です、ね、結構あんな。いや、そんなないか、はい、え、どこや頂上。あの岩のとこかな。午前2時を回った頃、ようやく入り屋さんの頂が。寒さガードあと3分。わお、急げ。おお、いけるいける。よし、頂上や。お、誰かいる。あ、おった。山頂ではあのおじいさんがお出迎え。夜の山冷えるの。それにしても防寒着もつけずによくぞここまでたどり着いたもんじゃ。いいだろう。あ、その雪をたたえて防寒着をくれてやろう。よかった。やった。帰り確実に無理やったもんね。そう。あー、リンク、すごいリンクっぽくなったね。で、これで待っとったやんか。ようやくお待ちかねのご来光が。あ、来た。あ、来た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 。おー、来た。おー、すごい。綺麗ですね。綺麗やね。いや、ほんまにいいね。あ、いいね。あ、すごい。登山いいね。いいですね。上がった上がった。あ、上がった。絶景に魅了される浜口。正月やろうかこれ。リンクで初日の出見に行くって。あ、いいですね。ね、5時になりました。おお、光るや。一日の始まるや。はい、5日目です。お、この辺かっこよくない。いいね、グイーじゃーん。かっこいい。いいね、かっこいい、かっこいい。5日目はレジャー体験川下りと、その前に東島があるテクニックを伝授。左の ZL を押しながら X でジャンプして、そのジャンプしてる時に A ボタンを押すんですね。あ、そうです、そうです。あ、そうです。おお、滑った滑った。なんと縦でスノーボード。お、すげえ、ほんまにスノーボーや。おー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 おお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 オッケー。スノボで下山の時間短縮。早くもイカダ乗り場に到着したのだが。あるね。ああ、なるほど。渡られへんよね。渡れないですね。じゃあもう行けるか。いやー、赤赤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 。あ、どこにおる。ああ、なくなった。極寒の川は泳いでは渡れない。木を倒してイカダまでの橋を作ることに。これで流れてなんかええ感じに引っかかれへんかな。全然ええ感じに引っかかれへんかな。なんや、なんでや。
これ漢字にかからへんかい、あの木が邪魔か、いっぱい倒して、そうですね、足場作るか、はい、この足場作りが意外にも大変で、うまく川の流れに乗らず橋がかからない。これ足場ができるかな、まだか、もっとか、両手して作業を行ったが、エグゼクティブ5時になりました、はい、やばい、でけんかった、はい、幸い6日目は自由行動、うん、何なん自由行動自由行動はお預けで橋作りを続行。6日目の夜12時を回った頃、ようやく渡れそうな橋が完成した。行ってみようか、ジャンプ、やった、行けた、おお、そのまま行けるんじゃないですか、あの石にね、はい、怖え、おー、行ける行ける、ジャンプ、おお、行った、ジャンプ、おー、ね、おー、できた、おお、で、イカダ乗れるよ、はい、危ない危ないあ、そっか、うちわだ、イカダに乗り、コログのうちわで風を起こす、お、動いた動いた、すごい、面白い、やった、川下りできた、やってるよ、ほら、うちわでイカダを操作しながら川下り、見事ミッションを達成。1週間ハイラル生活もいよいよ最終日、その目的は、ほんまに6日目自由やったな岩ロックとの触れ合いです。岩ロック、はい、最終日、岩ロックとは一体何なのか。とりあえず目的地へ向かっていると気になる岩が。なんだろうこれ、押してみる、はい、あ、なんか後ろ、ね、なんか下に、下でなんかギャーギャー言うてる岩ロックという響きから手当たり次第岩にちょっかいを出す浜口。爆弾仕掛けんのかな、また、あ、やってみますか、ここに置いてみようか、お尻みたいな危ない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 でもええ感じとこけたんじゃない来ます、なぜだ、あのお尻は岩ロックではないようだと、ここで、あ、うわ、あ、なんだ、岩が動いた、わわわわ、岩ロック、始まりの岩ロック、うわぁ、動きすぎだ、いきなりちょっとボスっぽいも現れたで触れ合いという名のボスバトルがスタート。お、これでやるしかない、お、倒れましたね、ほんまや、うわー、一撃、恐ろしいあのちょっと黒っぽいとこに打つのかな、うん、再チャレンジ、おお、いける、おお、うまい、予想的中、弱点は黒い部分、浜口弓矢で遠くからの攻撃を続ける、うまい、1週間の生活の中でさまざまな弓を獲得したエグゼクティブ、その中でも破壊力がありそうな爆弾矢にチェンジ、その威力は、おお、おー、すごい、おー、慣れた手つきで矢を操り岩ロックを追い込んでいくが、いや、もうない、あー、壊れた、あ、矢がない、手持ちの矢はゼロ、厳しい状況に、落ちている矢を急いで回収する、木の矢は取れんて、
そこに忍び寄る岩ロック。うわ、危ない。うわ、でも、あー死んじゃった。いや、武器がないね。使った矢は復活せず、得意の弓攻撃が繰り出せないと、ここで浜口さん、ちょっとすみません、はい、一件電話させてもらっていいですか。え、電話、はい、収録中ですけどね。あ、もしもし。あ、はい、東島チーフゲームセンター DX の東島です。あ、お疲れ様です。ちょっと今いろいろありまして。いろいろある、いや一応仕事中や、これちょっと今ご相談したい件があってですね。ちょっとお電話変わってもよろしいですか。変わる、はい、すいません、ちょっとお待ちください。どうぞ。いや、そんな、もしもし、おじさんからおじさんにつながっただけでしょ。おじさんにつながるんですよ。おじさんですよ。あ、すいません。あ、もしもし、はじめまして、青沼と申します。青沼さん、え、はい、はい、ゼルダの伝説のプロデューサーをさせてもらってます、任天堂の青野。ちょ、めっちゃ偉い人とつながってるやん。あかんて。どうですか調子は。いや、まあノリノリでやってますけども、ちょっと行き詰まったりなんかしながら、はい。ほう。どんなところで。岩ロックの戦いでちょっと手こずってまして、こう戦い方、ね、なんかコツあるんですか。はい、浜口さん、バグダン持ってはりますよね。はい、はい、バグダンでね、岩ロックにバグダン投げると、はい、衝撃で岩ロックはちょっと動きを止めるんですよ。姿勢を低くするんですね。はい、姿勢低くしたら上に乗ってもらって、はい、その時に ZL を押しますと、はい、その岩ロックの急所をですね、ずっと見た状態でリンクが動けますので、はいはいはい、その状態で攻撃していただくと、岩ロックがその後こう起き上がったりしてもなかなかこう落ちないで攻撃することができるんですね。あ、そうなんですか。上に乗っかって、はい、黒い顔のとこ、はい、倒すんですね。そうです、そうです。はいはいはい。わかりました。ありがとうございます。はい、すいません、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。はい、失礼します。めっちゃ気さくでいい人やね。接近戦で戦う青沼式攻略法。強い武器を装備して。あ、兵士の剣あるやん。はい。いざ、岩ロックにリベンジ。おりゃ。あ、よし、あ、いいでしょう。で、爆弾で動きを止め、その隙に上に乗る。危ない危ない危ない。結構いけますね。おる。おる。あー、うまい。で、ね、ね、いいですね。あ、倒れた。あー、いい感じだ。おー、やった。はい、登って。おー、やった。叩いて。ZL で。ZL を押したまんま。あ、これだ。はい。おお。おお。いいじゃん。おお。よし。はい。かぶりだ。あ、じゃあ。ボコボコや。やばいやばいやばい。逃げろ。攻撃をもろに食らえば一撃 KO もあり得る相手。油断は禁物。倒れた。まだ今だ。じゃあ。登って ZL ほなやろ。あ、やったいける。倒したか。よっしゃー、よっしゃー、倒せた。よっしゃー。伝授された攻略法で岩ロック見事撃破。よー、倒せた。すげーな。イエーイ。そしてあの時間を迎える。あ、エグゼクティブ、はい、5時になりました。1週間ハイラル生活終了です。いやー、有意義な1週間でしたよ、本当に。ゼルダ作品にね、もう絶対裏切らないね、はい、素晴らしいですね。ずっとやってんもん、まだ。この自由度があるから永遠にね、喋りながら今ブーっと、痛い。まとめてんでしょうが。